の野川集落の一つの遠望大野川は、長野県松本市安住の集落の一つであり、1874年に安住村が発足した際には、その構成4河村の一つであった。観光に依拠する地域としての性格が強い。明治初年までは、集落が一箇所に密集していたが、明治に入ると分散が始まり、1950年代までに分散が進んだ。 さらに、1970から80年代にペンションなどが各地にできた。このため、集落はクラ高原一帯に散っている。安住地区は、安佐川が松本盆地に流れ出る手前から山奥までの広範な地域で、いくつもの北アルプスの巨峰や上高地、クラ高原を含む。大野川は、そのうちクラ高原を中心とした地域であり。 宿命としては、1973年に、沢あたり、白骨が、独立。1981年に、上高地が、独立。1989年に、ランが独立した。1960年代中頃に、都会の暑さを避けて、大学受験勉強をする学生を受け入れる民宿が、成立。これが転化して、夏のスポーツ。 冬のスキーをする学生を迎える民宿が増えた。さらにスキーブームも重なり、都会などから移住して、ペンションを経営する動きが、平成冒頭のバブル崩壊まで続いた。スキー場が上流域だったこともあり、この民宿、ペンションの増加で、大野川の居住範囲の広域化が進んだ。この過程で、観光に依拠する地域としての性格を強めた。 宿泊施設などを明示するための道路、脇標識民宿、ペンション、旅館、ホテルプチホテル、山小屋などの宿泊施設はたくさんある。温泉を引沌しているものが多い。乗倉高原観光案内所で予約、問い合わせに応じている。乗倉高原温泉ユースホステル、休暇村乗倉高原もある。蕎麦店、喫茶店をはじめ、食事ができる施設も多い。ただし、 夏季限定の施設もある。湯煙館という日帰り入浴専用施設が、乗倉観光センターの近くにある。日帰り入浴ができる宿泊施設もある。1981年以降、大野川は、乗倉高原一帯の行政区域の名称である。しかし、この区域には、軽川から県道沿いに、大野川、中平、宮野原、番所、戦国平、奈良の木、 スズランの七つの集落が存在し、その一つの集落名でもある。しかし、かつては、この大野川集落とこれに隣する中平だけに、家屋が密集していた。ここ、親村といい、離れた平坦地で農作をする家族は、季節的な出作をしたので、営農時期には、出作小屋で生活し、冬にだけ集落に戻っていた。白骨温泉で宿を営む家族も、 客のいない冬には集落に戻った。このように二つの家を持つ家族が多かった。小中学校もこの地区にあったに中学校が1956年に小学校が宮野原地区に校舎を新築移転した。陶器の日照が豊かで相対的に暖かかったこと、寒風の乗り倉ろしを避けられたこと、生活に都合の良い遊水があったことなどがこの要因であった。 明治になると、親村を離れる家ができ、特に戦後10年間が多く、出作をしなくなり、農耕地の近くに定住するなどにより、家屋の分散が進んだ。大野川親村には、上村と下村があった。県道は、この下村を分断する位置に作られた。下村は無人になり、今では、廃屋や屋敷跡が見られるだけである。親村の個数は、明治20年代。 野川十四個、中平四十個、大正十年大野川十八個、中平二十八個、昭和十年代、野川十八個、中平二十五個、昭和四十四年大野川十六個、中平十二個、昭和五十二年大野川五個、中平九個と推移し、平成九年には大野川一個、中平十三個であった。また、明治初年以降に、親村から、番所、 スズランなどへ移転した個数は、明治元年から10年3個、明治11年から20年1個、明治21年から30年4個、明治31年から44年11個、大正元年から10年6個、大正11年昭和5年14個、昭和6年から20年4個、昭和21年から30年25個、昭和31年から44年3個であった。 前川の流れと直行して、東は、ほこら峠に向かい、西は、ひのき峠に向かう鎌倉街道が通っていた。この鎌倉街道は、大野川親村を通っていた。鎌倉街道は、稲古木入山から角が平ら新種峠、大野川白骨マイナス中の湯安坊峠、平湯鎌田から高原川沿いに、越中東街道を北に向かっていた。このうち、入山から発骨が、 大野川に近いが、ここでは、あずさ川沿いを避けて山中に入っていた。このルートを取ったのは、あずさ川の V 字型渓谷には道を作れなかったことと、人家、集落を縫って、道を作ったからであった。上り下りの苦労はあっても、山の暗部のなだらかな中原を通る道は、大雨による土砂崩れで、道が痛むことも少なかったことがある。白骨への道も、祠こ峠と、 ヒノキ峠を越える道をたどっていた。あず川沿いに前川渡るまで道が開いて、ホコラ峠が闇、後、沢渡りから湯川を登るようになったことで、ヒノキ峠越えを使わないようになった。ヒノキ峠道が栄えた頃には、峠の南面には農家が点在し、桑畑なども見られた。峠の頂上には、旧白書もあり、牛馬もそこで休んだ。 大野川を横断する旧鎌倉街道は、1969年の長和渡るダム完成までは、生活道路として活用されていた。長和渡るダム完成により、旧鎌倉街道はダムに分断され、長和川では新入路を建たれてしまった。大野川からほこら峠、檜峠へと歩くと、旧鎌倉街道沿いに家々があった。 1970年に大野川から、日の木峠に向かう旧鎌倉街道沿いにある、クロンブラ、という場所を訪ねると、頑丈な作りの家々としばらく、前まで耕作されていた畑がかなりあったように、記憶すると、1970年頃に、大学生として大野川をよく訪れ、地元の子供たちと古道を調べ巡ったという服部、秀雄氏は書いている。 道路事情についての書記年表を見ると、1911年の前川橋を掛け替えと、1917年のリド日飛街道大改修工事は、いずれもこの旧鎌倉街道の整備事業であったことが知れる。一方、1929年には、1966年からの中渡び園の道路付け替え工事で廃され水没した旧国道158号に相当する道路が整備。 それで、大野川へは、前川渡る経由で、自動車で侵入できるようになった。旧鎌倉街道は、1917年から1929年の間に、大野川へのメインルートではなくなった。王妃銀山と呼ばれた鉱山があった。産出したのは主に鉛であったが、鉛に混じってわずかに銀が出たので、価値の高い銀を鉱山の名称にしたと考えられる。鉛は、 当時の新兵器鉄砲に欠かせない軍需物資だった。1695年の地元文書には、人足312人、牛212匹がいたと記録されている。新婦陶器には、鉱山派王の川山より、西北道方一里山り、この炎山先上主の時よりありりきりて、茂る自説分名ならず、陶家にいたり、利ても中西港より、中食港までの間繁盛して、 諸国より金掘りその外省人も、入り込みみ、町屋もよほどありてその絵ず今に残れり、ただなおこうの時も、少子派整理けれども次第に水へ、三十年ばかり以来、鉛袖でざるとある。これには、しげる自説分明を、ならずとあるが、武田氏が天正年間しばらく、松本地方を領有した時にこの鉱山を発見、採掘したとの伝承が残る。なお、 神父陶器は1724年12月の完成。水野忠清の藩主在位は1642年から1647年。水野忠試職は1647年から1668年。水野忠直は1668年から1713年である。1707年の富士山宝永大噴火に伴う大地震により鉱山が壊滅し、 多数の負傷者が出たとの廃止がある。しかし、これは、新婦陶器の記述に符号しない。前川渡る経由で大野川まで自動車が乗り入れられるようになったのは、1929年であった。さらに、スズランまでの存道ができたのは、1940年である。この道路は、福音4.5メートルであった。1958年には、 三本滝から乗倉岳までの道路建設が着工し、工事は陸上自衛隊が行い、5年後に完成した。1964年には畳平まで長野県側からのバス運転が始まった。このバス運行開始によらずとも、徒歩による登山は、もちろん盛んに行われていた。1969年にダム工事による付け替え道路工事が完成した。 それまでの道路は低い場所を通っていたので、旧前、川旅橋とともにダムに水没した。安住村市から少し詳細に渡るが、山奥の大野川における道路事情として興味深いので、記事、年表の趣旨を転記する。大野川唯一の寺である、自称寺。ありがとうございます。